はい、どうも、高翔です。では、マイクラブやっていきます。ガチャね、前回引いて40万使った結果、15コストだけ黒っていう、まあ、悲惨な結果に終わってしまったので、で、結構ね、周りの人聞いてみると、はい、5、6回引いて4つ黒来て、うち、金1つ、銀1つみたいな。めちゃめちゃ引きのいい人も中にはいて。なら来るっしょっていうことで、もうもったいないので、この、8%までね、黒がある、上げてるので、で、オンチャレとか、コム戦やって、この2回分も取って、で、GP もまた溜まったので、引いていきたいと思います。で、もう今回もう、10回引いて、いや、10回、なしにしよう。3人以上黒が出たら終わりにしよう。10回ね。10回もしくは、3人以上出たら終わりにしたいと思います。では早速引いていきます。まず1人目ね。だから最低でも3人。で、10回のうちに、まあ、3人以上出れば、4人、5人、5人は来ないか、半分は来ないか、もう、シルバーはいらない。あ、でもね、シルバー取っても0.2上がるからね、黒が。やればやるほどね、率は上がるけど、いやー、でもね、当たり前だからね。60%以上がさ、シルバーなんだから、まあ当然だよね。はい、8.5。はい、0.3上がったよ、もう。10%まで引き上がるな。このままいけば。戻れ、戻れ。戻らない。お、高いぞ。十分ね、おお、金でもね、十分使える選手いっぱいいるから。192、いいね。いいんじゃない？だいぶ。まんまくだけか。ヘディングは？ヘディング高いね。まあ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 。いやいや、もうこんなん望んでないから。黒黒。もうアグエロ1本。はい、4人目。いけいけ、進め。ああ。ヒヒルだ。はい、5人目折り返しです。いや、でもね、最低3人は取るからね。はい、どんどん行こう。はい、6人目。よし、来た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 。さすがに来るよね。誰だ誰だ？マルセロ？あ、違う。ウィリアン。マルセロなわけないわな。もう髪型でもう判断しちゃってるよ。リーグが全然違う。スピード。いや、でもいいよね。このね、右のハーフだから、いっぱい持ってんな。ドリブル。どうかな？カラスコより当然いいかな。まあ、黒だしね。
はい。文句なしじゃない？はい、1人目ですね、これで。あと2人。今何パー？ 8.4。はい、ね、7人目。はい、なし。はい、次。はい、8人目。おお、まあ、金はね、コンスタントに来るから。ムスタフィ。めっちゃいいんじゃない？スピードは？あるね、そこそこ。ヘディングもいいし。あー、身長がな、190台はないか。はい、次9人目。まあ、これでおのずとあと2人は確実に引いていこうと。はい、なし。あと2人行こう。あと2人。あと2人黒。これ黒やばいな。何万使うか分かんないな。いや、でもね、確実にね、黒の率上がってるから。ほら、もう今もうこれ3つ4つわし金よく来るな。もう選手枠が先になくなるんじゃねえか。うわ、金の率がかなり上がってる。キーパー。はい、次次。いやー、頼む、早いこと2人欲しい。あんまり GP 使いたくないな。おお、ほら、明らかにもう金の方が当たりやすいよ。お、引いた。お、なんか期待したくなる。デンベレいいんじゃない。いやーいやー、アグエロだよ。もうアグエロ、アグエロ来てくれ。何回連続引くんだよ。ボールも引いたわ。スタミナ90。もうトッテナム増えてきたな。9.7。 いや、もう黒以外もう興味ないよ。本当に金来るな。ストーンズ、はい。いやー、シルバーより金の方が連続で当たってる。あー、戻って戻って。あー、ダメだな。やばいやばいやばいな。黒が来ないな。 10% 超えたよ。もう嫌だこれ。もう、
やばい、もう言葉を失うな。いや、ほんと引き悪いわ。なんでみんなあんな当たってるんだろうね。ほら、もう黒ばっかりじゃん。進んで進んで。もう一個もう一個。頼むわ。頼むわ、もうまた GP が。あ、ダメだ。やばい。ちょっと人数見よう。どうなってる？もう12人しかいねえぞ、シルバー。12人全部取れんじゃねえか、これ。確実に引いてるぞ。いや、もうそろそろね、枠がなくなるかも。選手枠が。あ、来た来た来た。これ確実に来た。演出だ。で、最後に黒がひょっこりと。いや、この演出で来る人、えぐい人でしょ、絶対。あれ？あれ違うな。 思ってたのと違うな。見ます？ええー。全然アグエロではないじゃん。やばいな。もうこういう黒の運ですらないな。はい、もうこれで2人引いたんで、最後1人。もう11パーあるから。さすがに連続で黒来るっていうこともあるっしょ。ないな。ほら、2つ並んでたぞ、奥。あ、いいんじゃない、これ。まあいいや、もうその、ムシムシ。いやー。金かよ。マティッチだ。12%。もいやー、頼む。もう来て。あ、いらん。いやー、もう頼むよ。もうそろそろ。うわ、もう金、おお。どうしたらいいんだ。いや、明らか金の方が。金30人以上いるの？ちょっともう金ですらあんまり見るのがめんどくさくなってきたな。あ、いいんじゃない？この人。身長は？枠がない。まだいける。いける。いや、もうそろそろ引いとかないと。なんで俺3人なんて言っちゃったんだろうな。はい、なし。もう最悪打っていくぞ、この辺。いや、本当に、ここまでやったんだから、アグエロくださいな。あれ？ おかしいな。
あれ、GP が47万になってる。73あったんだけどな。わあ、また間だよ。くっそ、くっそ。なんで間なんだよ。14パーって。あ、また1個。ほんと好きだな、あの距離感。でもそろそろ本当に枠ないよね、ほら。はい、では枠13広げたんで、もう15%でしょ。15.7って。当たるでしょ、もう。もう来るでしょ。前回より多く払う結果になることないよね。いやー、着実に GP は減っていってるよ。すごいな、面白いように減っていくね。本当に73万あったのか？やばいな。こうも来ないか。いや、もう何喋っていいかわかんねえな、もう。もうやばい。もう金の選手あんまり見る気がなくなってきた。18.6。やばい。もう2割いくぞ。いい加減。ほら、もう黒いっぱいじゃないか。黒ばっかりだ。でも来ない。やばい。全然来ねえ。やばいわ。いや、多分ね、そもそもなんだよね。そもそも、もう一個頑張って。いや、いつもあの隣多いよな。黒がね、もうそもそもいっぱい持ってるんだよ。多分ね、その影響が出てるんじゃないかな。もうその影響が出てるとしかもう、納得できん。まあね、マラドーナとかね、メッシとかね、まあその辺のね、選手は来たことあるから。ああ、ようやく最後。やっと最後だよ。あ、しかもキーパーかよ。クルトワとかにして、せめて。いやー、ロリス いや、黒3人来たけどさ、みんな微妙だったよ。お、すげえな。ロリスすげえな。いやー、でも88はね、せめてキーパー190台。いやー、いいよ。いいんだけどね。でもやっぱりね、身長だよ。数字高いのはわかるけどさ。いや、ほんまにもう枠広げたからさ、もう一回だけ黒。いや、ちょっとね、諦めきれない。ここまで来て。連続で来るかもしんないじゃない。来なかった。来なかった。ちょっと期待したけど、今98とかすごい、能力高いとこあったな。まあね、GP ね、いくら持っててもしゃあないからね。使わないと。どんどん使う。おお。ヘディングは？っ
てか身長何歩だっけ？ 194。いや、これはね、ワンチャンあるぞ、これ。50だから。いや、どうかな？もっといい。もう考えるのをやめよう。もう黒だけ。アグロ。頼むよ、アグロ。ほら、もう2割来たわ。進め、2つ。よっしゃ。よし。違う、アグエロじゃない。ムヒタリアン。いやー、いいのは分かってるんだよ。分かってるけどね。分かってるけど違うんだよな。もうね、最初ね、もう10人とか言ったけどね、で、3人とか言ったけどね、もうね、もう枠いっぱい引くわ。だってもう、シルバーあと3人でしょ、もうコンプするじゃん。行こう。アグエロデルマで引きます。おお、今見た？今見た？金じゃないわ。黒がもう5、6個並んでたよ。6個は言い過ぎかな。それでも銀を引くんだよ、俺は。はい、次。大丈夫。あと2つしかないから、もうさっさとその2つ引いとこ。もうコンプしよう。枠ないから。ほらほらほら、もう3つ連続で来れば空当たるって。あぐえろ、違うか。ちっちゃくね。 いや、身長というよりかこのグラフが。あれ？なんかもう麻痺してんのかな？なんかすげえちっちゃく見えるんだけど。気のせいかな？ちょっとフィジカルとスピードが低いから小さく見えるのかな？さあ。まあ、なんやかんやね。あ、もう終わりよ。終わろ。はい。諦めます。はい。ということで、今回結構引いて、まあ、アグエロは来なかったですけども。まあね。まあこれが現状というのを思い知らされましたね。まあここだからね。一番。でもね、アグエロのね、50見てみたかったな。90何歩くらいまで上がるのかな。94くらいかな。はい。ということで、もう今回はこれで終わりにしていきたいと思います。で、また次週からね、またガチャが変わって、次週というか、まあ、あさってですね。変わって、で、もうすぐチャンピオンズリーグの決勝に合わせて、ね、CL ガチャが来ると思いますので、それに向けて、またやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。